はい2020年5月23日連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第11回をやりたいと思います本日は生体膜の性質石鹸による感染予防の仕組みも含めてお話をしたいと思います私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します、えっと、わ私の市議としての新型コロナ対応関係の発信は朝倉 MKR 公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧ください 船橋でも11日間連続感染者数ゼロとなっておりますので、この傾向が続き市場地帯宣言が明けることを願っております。さて、この講座はこの5つの留意点で進んでいきます。さて、えっとまず、えっと生物はあの新核生物と原核生物に分けられると、そしてちょっと生物にはまあ、入れないことが多いんですけどウイルスのグループがあるということがこの講座で扱うテーマです。 だってその新核生物と原核生物なんですがあの、まあ、共通点から言うと核のなあ遺伝子 DNA, あ DNA を持っているということですねそして、えー、とリボゾームというタンパク合成統治を持っているとあともう一つ大きな共通点が細胞膜という膜を外の世界との仕切りを持っているということです。私たちの人の細胞も大腸菌などの細菌の細胞も細胞膜という外との仕切りを持っております それで特に真核生物においては細胞膜だけじゃなくて中が膜だらけなんですね、そのえー、このゴルジ体とか小胞体とかあるいはミトコンドリアとか葉緑体も膜ですので膜だらけになっているとでこの今日はこの膜、生体膜の話をしていきたいと思いますで膜には、まあ、一番外の細胞膜だけで考えてもわ、えー、かると思うんですが2つの重要な役割があります。1つは構造を保 で壊れないということが必要ありますね。だってそのやっぱり外との隔たりを作って壊れないことが重要で、そしてこの形を維持することが大切ですね。ただえっと壊れないだけでいいかというと、実は生物が生きていくために外との間で物質のやり取りをしなきゃいけないと。そうすると出入りもなきゃいけないということです。 それで、まあ、今言ったんですけど、生体膜の果たすべき重要な役割、内外を分ける構造、水に溶けきるなどして壊れてはいけないと、しかし、えー、内外との物質の輸送をしなきゃいけない、で細胞の外も細胞の中もあの主成分は水ですので、水と付き合う必要もあると、そしてその中の物質を出入りをさせる必要がある、この、えー、相矛盾する性質をどう、あのー、うまくやってるかということですね。まあ、これ人間のの、えー、社会での あのー、建物と外の世界の仕切りと一緒ですね壁と,か、えー、です壁とかです壁とかで外と仕切りながらも窓とかドアとかで外の世界とのやり取りができるようになってますねそれと同じようなことをどうしてるのかとで、えっと、実はあのー、原核生物細菌でも人の細胞でも真核生物でも基本構造は全て同じ構造を持ってましてン、えー 基本的に生体膜、細胞膜も含む細胞膜を作っているのは、リン脂質という構造です。でそのところどころにタンパク質が埋め込まれているんですね。で、このリン脂質は、この緑の丸、まま、で書いたところ、あ緑じゃなく水色のところで書いたところが水になじむ部分です。そしてこここのところが水… とを弾く部分素水性の部分分ですでちょっと分子構造を見ていきますと、ここの茶色で描いた部分の棒に相当するものが炭化水素,素素中心の脂肪酸という部分でありまして、脂肪酸が2本あって、そしてグリセロール、まあ、グリセリンと,いうとも言われるものが中立ちをして、こっちにリン酸がくっついているんですね。でリ,リン脂質と言ってまして、このリン酸の部分は水になじむ、えー、部分があります。そうすると こっちは水に馴染みこっちは水に馴染まない部分がありましてで細胞の外も内側もあの水ですので、えー、水と,外,、えー、と外面というかその、えー、細胞内外に面する面は水と付き合いながら中は素水性でしっかりさせて水に溶け込まないというさっきの相矛盾する性質をう,うまく、えー、この分子が、えー、醸し出してるんですね。 でそのにあに、あのリン脂質の隙間にコレステロールという、まあ、コレステロールの役割の一つなんですが、こういうものがありまして、えそして、えまあ、ここに糖差があったりもします。さて、もう一つなんですが、じゃあ、えっと、物質輸送についてはどうかということですが、あのリン脂質の隙間を通る分子も少しあります。 あのえー、脂質ですので、使用性の油に溶ける性質のものもここを通ることができます。ところが、あのー、多くのものはここの隙間は通れないんですねで、そのために物質を輸送する独特の構造を作っています、これ、タンパクで作っております。で例えば、グルコースなどはこの、えー、グルコーストランスポーターという相対からここに、えー、細胞内に入れるようにしていますし。 水もここから入るんですが、水大量に必要なときには別個に水を入れる水チャンネルという、アクアポリンという入り口を作っております。で、イオンを通すチャンネルというのもあります。それから、えっとまあ、通すだけじゃなくて、外に情報を受け止めるアンテナ的な働きをする受容体というのもあります。ということで、物質のやり取りもうまくしているんですね。さて、それで本日は、その細胞膜の性質を知るために、ちょっと原理的な話。 に立ち戻っていいきたいと思うんですがこれが生物が使っている、あのーまあ、これがあの、えー、科学の周期法で、えー、軽い順に10番目までの元素を書いたものですでその中で特に生物は水素と炭素と窒素と酸素を使ってるんですねでそれぞれの原子の中の構造を見ますと一番中央部に原子核という構造があって プラスの、えー、粒である陽子と、それから電気が持っていない粒である中性子というのがあります。そしてその外側を電子が回ってるんですね。で電子は第一軌道、うん、その内側の軌道軽角と言い,いまして、第二軌道を L 角と言うんですけど、で水素は実はこの軌道が軽角の軌道には電子が2つあるので、この2つあって満たされた形になりたい性質があります。でここのリチウムからフッ素までは、 まあ、生物でいうと炭素と窒素と酸素はこの8つ満たされた形ネオン型になりたいんですね一番外側がでそうするとこういうことになります水素はあと1つ誰かと共有すれば2つ満たされたことになりますとで炭素はあと1個ずつ4か所で、えっと、電子を誰かと共有すれば4つ満たされた形になりますと窒素ですね窒素は いやあと3つ1箇所ずつで満たされればあの、まあ、満たされたことになります酸素あと2つで満たされたことになりますということで誰か電子を共有してお互い満たされ合いましょうねということで水素は1本誰かと共有したいなと炭素は4つ誰かと共有したいな炭窒素あと3つ何か共有したいなとで酸素あと2つ共有しないなという結合,結合の手と言われる構造あの 結合の性質を持っててましてそのもとに、例えばメタンという有名なエネルギー源としても期待されているものですけど、メタンはこう、えー、炭素が真ん中にあって4つそれぞれ水素4カ所で水素と電子対応を共有することで満たされた形なんですね。で、アンモニアは、えー、この窒素があと3つ満たされてないところに水素がそれぞれ入ってきまして、NH3 ということでアンモニアも満たされる形になります。 で水はあと、酸素あと2つあればいいんですそこの両側に水素がくっついてくると満たされた形になっていますということで、こういう形で分子ができていくんですねで。特に本日は水の性質について見てみたいと思うんですね。で水は最初に学ぶときにはこ、こう、直線上に書くんですが、実際の水の分子の中では、この水素と水素のこう結合の角度、酸素との結合の角度が、 180度ではなくて、104.5度で少し、えっと、片側に集中してるんですね。でこんな形です。でそうすると、まあ、ちょっと面白い現象が起こりま,起こりまして、酸素原子の方が、えー、陽子というこの原子核のところにプラスが、えー、たくさんあるので、こう共有してる、この電子対共有してると言っても、このプラスの方にちょっと引き寄せられるんですね、この電子対が。そうすると電子対が引き寄せられたので こっち少しマイナスを帯びるんです。デルタマイナスと言います。で一方、この水素は原子核の用子が1つで引力が少ないのであの、えー、電気的な力が少ないので水を引きああの電子を少し引き抜かれます。ということは少しプラスを帯びるんですね。ということで酸素原子が少しマイナスを帯びて水素原子のことが少しプラスを帯びます。こういうのをあの分子の中の電化の偏りがあることを極性と言っているんですけど極性があることで 私たちの日常生活に起こっていいいるる原理がろろ説明できるんできんす例えば食塩,食塩の結晶がなぜ水に溶けるのかということなんですけど食塩の結晶というのはナトリウムというプラスナトリウムイオンというプラスの粒と塩化物イオン塩素イオンというマイナスの粒がネットワークをジャングルジムみたいに交互に並んで結晶構造を作ってこいう交互に並んで結晶構造を作ってるんですけどそこを水の中に溶かすと水の中のナトリウムプラスに対してはこの マイナスを帯びた酸素が、えー、接近していくんですねそして、えー、c l ス塩化物イオンのマイナスのところにはちょっとプラスを帯びた水素が接近していくんですでこういうふうに剥がしてしまいますナトリウムプラスの周りはあのマイナスを帯びた酸素原子が取り囲み、えー、塩化物イオンのマイナスの周りはプラスを帯びた水素原子が取り巻くということでこれで実は、えー、とイ,オンイオン製のものっていうのは水に溶けるんですね よくアルカリイオン飲料とかで、まあ、表示を見てみますといろんなイオンの名前が書いてましてプラスイオンもマイナスイオンもあるんですがこの原理であれ溶け込んでるんですさてえさらに水分子同士も少しこのデルタマイナスの部分とデルタプラスの部分がネットワークを積んで緩やかなネットワークをつ作っております、まあ、アンモニアも同じようにちょっと少しプラスマイナスの偏りがある分子になります一方えこういうプラスマイナスの偏りがある分子のことを極性分子と言っていですが 一方、極性が全くない分子もありますこう。対等の水素と水素が結合した水素分子というのは、まあえー、引っ張る力同じですので、極性がそもそもありません。で、えー、っとメタンというのはこの、やっぱり炭素の方が少しプラスを引きつけ、えー、水素が、えーあのえー、炭素の方が、えー、マイナスの電子を引きつけ、えー、水素の方が水電子を抜き取れますので、デルタプラス、デルタマイナスの差は分子内ではあるんですけど、実は、 分子全体としてはちょうど均等にこの H が4方向に並んでますので分子全体としては偏りがありません二酸化炭素もそうです、えっと、二酸化炭素はこちょうど直線上の分子をしておりましてこっちがデルタプラスこっちがデルタマイナスになっているんですが分子全体としては分子の偏りがありませんので実は分子の中に電気の偏り分子全体としては電気の偏りがないこれを非極性分子と言っていますで今日の話は 実は昔から言葉で水と油はなじまないということわざがありますね。あれの原理であります。えっとまあ、簡単に言うと極性分子、分子内に電気的な偏りがある分子は水,が電気的な方水分子自身が電気的な偏りを持っているために水となじみやすいんですね。一方、分子内に電気的な偏りがない非極性分子は水、えー、となじみにくいので。 え素水性になりますで水となじみにくいと同時に実は油になじみやすいということになりますということで極性分子は浸水性で極性、えー、非極性分子は疎水性ということになります、えー、ハイドロフィリックというのはフィルというのはあの日本フィルとかウィーンフィルというまあ公共楽団がありますけどあれは音楽が好きということから来たこれ好きという意味ですねフィリックハイドロ水が好きでハイドロホビックとホビット ホビックがが嫌嫌いといいいととととううここですす。ね。水ななにりますちなみにビタミンは実は、えー、浸あこれは分子全体として浸水性か疎水性かというのもあるんですけどある部分だけ浸水性か疎水性かという差があるところもありまして分子全体として浸水性分子疎水性分子という言い方とある部分について浸水機か疎水器かという言い方があります。 ちなみにビタミンは浸水性と疎水性に、えーまあ、分類されまして浸水性ビタミンが B と C 疎、えーえー、水性ビタミンがあ,、まあ、あるいはし油に溶ける塩性ビタミンと言ってもいいんですが d k e これは覚え方としては水にビシャッと溶けるとでこっちは疎水性はこれだけ d k e ですねというふうに押さえてくださいそれでは、えーまあ、今の話を踏まえた上で再び分子構造を見ていきますと、 リン脂質はあ確かにこれ炭化水素素で偏りがないから素水性ですねでここあ電気的な偏りがあるから浸水性ということで、えー、理解できると思いますでちなみにこのリン脂質は、えー、こ,こ,ここに脂肪酸が2つあってここのグリセリンのところからリン酸が伸びてるんですけどあとで伸びます中性脂肪というのは3つとも脂肪酸のところでこれが1個リン酸に置き換わったのがリン脂質だと考えてください、はい、それではは えっと、アミノ酸の話に戻ります。でアミノ酸っていうのは前にもやったと思うんですが、浸、えっと、水性アミノ酸と疎水性アミノ酸に、まあえー、極性アミノ酸と非極性アミノ酸に分かれますで。極性アミノ酸っていうのは、こういう明らかに分子の中が電磁していれば、即座の,の部分が電磁していれば、あの水になじめやすいですね極性が、分子の極性があります。でここははトリオリオニンンンセリンチロシンは えとこの水酸化 OH の部分に電気的な偏りが少しあるので、えー、あの極性があるということになります、これもちょうど極性があります。というアミノ酸とこれ、まあ、極性アミノ酸というのは水に溶けやすいという意味ですね、で一方、非極性アミノ酸というのは、まあ、これ水に溶けにくいんですけど水に溶けにくいグループっては大体炭化水素さ中心ですね、CH ばっかりでできているグループが多いということです。 さて、それで、えっと、実はあのー、細胞というのは面白いさまざまな構造がありまして、えー、細胞の中に埋め込まれているアンテナの中に7回膜貫通がレセプターというのがあるんですがこう7回こう糸を縫うように細胞膜の内外を一体期待するんですけどこの細胞の膜の中を貫いている部分は、えっと、このリン脂質の脂質部分に接合しているので疎水性アミノ酸をうまくつく素水性は疎水性同士でくっつき合うんですね。 でここら辺は水が満たされてますのでここは浸水性アミノ酸が多いということでまだら模様になって、えー、タンパクの構造自身が素水性と浸水性がまだら模様になっているというような構造もありますさてそれでは最後に石鹸の話に行きたいと思うんですがあの石鹸の、えー、なぜ感染予防に役立つかって話をしたいと思うんですがまずあのー さっききも少し出てきましまたけどグリセリンというこれ水酸器が2つ、OH が 3, あ、まあ 3, つ,ですね、3つあるものと脂肪酸が3つくっついて、ここの水が取れると、えー、油脂ということになります。油脂というのは科学の言い方で、生物的には脂肪とか中性脂肪ということがあります。でそうすると、まあ、これがこの炭化水素の副作用のところをあのこういうギザギザで書きますとこうなって、ここがグリセリンで書きます。 あの加強されててていいるるというか結合している形になってますでこの構造は実はこれに即位なんですね、まあ、今年あのコロナの収束をいあの願って鯉のぼりを上げたんですけどえ鯉のぼりの支柱に3匹鯉が浮いてるとこれはグリセリンという支柱に3つの脂肪酸がこれ長いやつがついてる形になっておりますでリンシスはこの3匹の鯉のうち1匹がリン酸に浮き換わったものだと考えてください。 さて、じゃあ、石計の話にいきますで。この油脂、中性脂肪を、えー、水酸化ナトリウムで処理しますと、この逆反応が起こりまして、これが再び脂肪酸にいきます。ただ、脂肪酸の末端のところにナトリウム油がくっつくんですね。脂肪酸のナトリウム塩という,ということになります。でこのののの脂肪酸の最後の方の部分と、 えー、このナトリウムはナトリウムがプラスでここが O がマイナスでプラスとマイナスで引き付け合ってできるんですね。それれでまあグリセリセンが取れますさてこの石鹸をえっ、ー、を持ってきてこれから、あのーまあ、まず、まあ、殺菌、えー、と感染予防の前に洗濯とかの話に行きたいと思うんですが。えー 石鹸ほか海面活性剤、ほ、まあ、他の、えー、合成洗剤も含めて、基本原理は一緒なんですけど、えー、この疎水器の部分があります、炭,水炭化水素材、そしてここは浸水器、えー、電化化あの極性を持った部分があります。で、それを,、あのー、それをその水に溶かすと、こういうことなんですね。えー、石鹸の場合には、このナトリウムイオンが外れまして、ここがマイナス帯びた粒が、ここが。 えー、あの水水にに馴染むなそうすると疎水器は疎水器同士で水から逃れようと真ん中に集まるんですね、えー、そして浸水器は外面のここ周り水ですから水と馴染むために周りは浸水器で、えー、覆って真ん中は疎水器を集める形のミセルという構造を作ります これが石鹸を水に溶かした形ですで。そのミセルがこの油汚れに接近していって、まあ、こういう油汚れの油の部分に、その疎水器の部分を混ぜて、えーまあ、脂肪酸の部分を接近させて、そしてゴシゴシ洗ってるうちに、これが、えー、分離して、ここに、そのミセルの中に取り込まれる形で分散してこれが乳化と言い,いまして、まあ、エマルジョンができて、えー、洗濯、あの油汚れが落ちていくという原理です。 さてそれではじゃあなぜ、えー、その海面活性剤設計などは感染予防に役立つかということなんですが実は細菌の膜もそれからあの人の膜もそれからウイルスの膜も実はこのリンシスななぜかというとウイルスはもともとこのエンベロープという膜構造を持ってるんですが侵入して膜をえ剥ぎ取って。 自らを増殖させた後脱出するときに実は私たちの体の膜を奪い取って脱出最後に感染した人の膜細胞膜を奪い取って脱出してこのエンベロープを作るのでこのエンベロープというのはもともと人の細胞の膜なんですねということは生体膜ですので,でそうすると生体膜の主成分は脂質ですので脂質 ははやはりさっき油汚れを取れるという原理でミセルの中に抱え込まれる形で分離していく。まあまあ、もう1つの,あの見方として、このミセルの中の浸水器と疎水器をこういうふうに並行してここに潜り込ませてここをか乱させるんだという、まあ、考え方もありますけど、まあ、いずれにしても、えー、油が汚れが取れていく原理と同じで。 エンベロープも壊れてくるそうすると、ここも壊れ、ここも壊れるので、ここが、えー、外のエンベロープが壊れるとここに埋め込まれているタンパクも外れますし、そうすると核酸だけ、RNA だけが分離されてバラバラになってしまうと、まあ、次には感染できなくなるというのが原理です。それでは、えっと、ミセルというのは、まあ、見事な構造ですよね、こう真ん中でここに抱え込む構造です。まあ、じゃあこミセルみたいに リン脂質もならないかというとリン脂質の場合にはミセルというのはこんな感じで疎、えー、水域の部分が少しとんがっているんですねで浸水域の部分が少し大きいのでこ逆三角形が集まるみたいにこういう形になりやすいんですけど、えー、と生体膜のリン脂質はここがちょっと広がっている影響でここがちょうど、まあ、立方体状になるんですね、まあ、円柱状か円柱状って言っていいですね円柱状になるそうすると こういうふうには短くときずにこう長く横方向に伸びることができるこれが、ね、非常に長い生体膜を作る原理として役立っているということですで本日をまとめますと、えっと、生体膜というのは2つの使命があると内外を分ける役割と内外の物質輸送、えー、という2つの相矛盾する役割を外、えー、と浸水器で釣り合って、えー、そして内側疎水器で 壊れない構造にしていることで保っているし、それから物質輸送のタンパクの仕組みもあるということです、そして、えっと、水と油なじまないという性質が、いろいろこれから生物を考える上では重要なポイントとなってくるということですね。本日はごご聴ありがとうございました。